Changes in social values and the tightening of regulations are driving the evolution of technology and accelerating the pace at which mobility is diversifying. The importance of mobility is increasing in the smart society. The introduction of IT and automation is permeating, and new mobility that is crucial in the last mile is showing signs of spreading from the perspective of society and values. In terms of regulations, governments around the world are tightening regulations on internal combustion engine vehicles towards a decarbonized society. In terms of technology, it is essential to develop the communications network infrastructure, which is the key to making transportation and logistics smarter and to provide support for sustainability. スマートモビリティは人の移動、ヒューマンモビリティと物の輸送、グッズトランスポーテーションに分けることができます。オートノミー、自立性とサステナビリティが共通の課題です。弊社ではヒューマンモビリティの伝送化を縁の下で支える小型、高信頼性の電子部品を大量に供給してまいりました。しかしながら、スマートモビリティではそうした車の中の領域にとどまらず、グッズトランスポーテーションや通信サービス、充電ステーションといった車の外側の領域の市場が急速に拡大しつつあります。本日はアウトカーにおける村田の取り組みを紹介したく思います。まずグッズトランスポーテーションにおいては、自立運行可能なドローンや無人搬送車両、いわゆる AGV の進化が顕著です。そうした無人搬送技術は既存の交通システムや生活動線における干渉が懸念され、ルールの整備も道半ばです。ドローンに関しては高度を正確に測るために気圧センサが重要と考えています。 AGV では黒い壁、物体などは検知しにくいため、検知方法として超音波センサが注目されています。脱炭素に向けた環境規制強化によりバッテリー EV 化が急速に進んでいます。一方、充電インフラの不足が課題と考えられ、早急な拡充が求められます。バッテリー EV の充電システムにおいては、急速充電以外にも安全性の確保やビークルトゥーホーム、ビークルトゥーグリッドなどで用いられる双方向性など様々な設計課題があります。村田はセンサと通信、またそれらを組み合わせたセンサネットワークソリューションを提供していきます。スマートモビリティの実現には多様性のあるネットワークシステムが不可欠です。例えば V2X は 4G LTE や 5G などセルラー通信と DSRC 通信を自動で切り替えて Vehicle to Everything を実現します。アウトカーの領域では V2N Vehicle to Network、 V2I Vehicle to Infrastructure を支えるため、ロードサイドユニットやスマートポールの導入が期待されます。村田はこれらネットワークインフラに向けても通信モジュールやセンサーを活用したモニタリングシステム、いわゆるトラフィックカウンターシステムを展開していきます。ドローンや AGV といった無人運転技術にはセンサフュージョンが必須です。特定のセンサに依存しては認識率向上に限界があります。異なった方式のセンサ信号を合成することで精度も高めることができます。村田では次世代モビリティに向け、多様かつ小型高精度なセンサの提供が可能です。当社では MEMS や発電セラミック技術、 RF を用いたレーダーといった幅広い全身球技術をこの分野に応用していきます。化石燃料に代わるエネルギーの供給インフラはバッテリー EV や AGV における充電器にとどまらず、水素に代表される次世代燃料も重要です。モビリティ分野のカーボンニュートラル化に向けて様々な技術検討を進めています。村田では大きく変化するこれらモビリティ市場の課題解決に欠かせない多彩で高信頼性の電子デバイスを開発提供していきます。これだけにはとどまらない、たくさんの新しい技術があります。ぜひ村田製作所にお声掛けください。